ロンドンオリンピック開幕まであと1週間。国立代々木競技場では今日、日本代表選手団の結団式が行われ、チームジャパンが心を一つにしました。選手293人、役員225人の総勢518人の日本代表選手団。史上最多の派遣数となった前回の夏季オリンピックに比べて、選手は46人減っています。2020年オリンピック・パラリンピック招致へ向け、国内はもとより、全世界の皆様に日本の元気を精一杯アピールしてまいります。日本代表選手団主将、村上幸文。主将を務めるのは、陸上男子やり投げ代表の村上幸文選手。旗手はレスリング女子代表の吉田沙保里選手です。本番を待つ選手たちに、皇太子様がねぎらいの言葉をかけられました。皆さんの活躍する姿は、多くの国民に希望を与え、とりわけ東日本大震災からの復興に取り組む人々を勇気づけるものとなると思います。選手の皆さんのご活躍とご健闘をお祈りし、結団式に寄せる言葉といたします。今年は日本が初めてオリンピックに参加した1912年のストックホルム大会から100年の記念の年でもあります。日本代表選手団は明日成田空港から現地ロンドンへと向かい、今月27日の開幕を待ちます。